そして1,2,3,4,5 5個目、これが同調効果、他人がやっていることを自分もやろうって思うこと、多数支持しているものに流されること。だからもうこれもあれですよね、まあ、例えばショッピングモールとか行った時にフードコートあって、フードコートねあって、ある一つのお店だけに行列バーって並んでたら、行こうってなるわけですよね、人は。っていうのとか、あとはこれパン屋さんで何のパン選ぼうっていう時に人気ナンバーワンって書いてあったら、あ、人気ナンバーワンなら買おうってなる。これは完全に同調効果。人気ナンバーワンってことはみんなが選んでいるってこと、みんなが選んでいる、他人が選んでいるものを自分も選ぶ。だからこれは同調効果、はい。そして次 1,2,3,4,5,6 6個目、これが人に選ばせるということ。これ、1つ目がデフォルトですね。初めから選んでほしい方にチェックしておく。これ一番わかりやすい例が、なんかの、スマホとかでなんか会員登録するじゃないですか。めちゃくちゃ新規登録みたいな感じで、新規登録ログインってあって、あ、会員登録してないから会員登録しようって言って会員登録して、なんか名前、メールアドレス、写真とかバーってあるわけです。で、あんだけめんどくさいバーって打ったから、もう早く、最後のなんか説明書みたいになって、説明書もね、あれ全部読む人いないでしょ。もう全部読まんと、同意するだけ適当にパーンって押して、で、最後、はい、登録パーンって押す。と、その前に、なんかメルマガ登録みたいなのあるんですよね。であれに今日気づいてました、もっともっとチェック入ってるんです、あれ。これがデフォルト、初めから選んでほしい方にチェックしよう。これね、チェックしてないやつが本当で、自分からあメルマガ登録しようって押すのが普通じゃないですか。なのにあれ初めからチェックしてあるんですよね。だからいらないと思った人はチェック外さないといけないのに、もうこの長い、もう名前、メール、住所、電話、そして同意の説明文とか読んだ後に、読んだ後になってるから、もう早く終わらせたいっていう心理が働いてるから、見逃して登録すると、もうね、めちゃくちゃあるある。スマホのね、今そのメールのね、この右上のアイコンの赤丸に何に溜まってますかっていうこと、ほとんどの人が999みたいな溜まっている。それはそういうことですね、はい。もう一つは、お取り選択肢。これもさっき言ったように、これを売りたいと、これを売りたいってなった時に、この商品をまずはそいつよりもちょっと下の値段で置いておく。でこの2つだけやったら、まあ、安い方買おうかなって言って、まあ、簡単に言ったら、まあフラットに 50% 売れてるとする。そこにこいつをちょっと離れた高額商品でおとりとしてバーンって置いとくとね、バーンって置いとくと、こいつの選ばれる率がバカ上がり 70% で 28% で、なぜかここにもちょっと価格でちょっと高いやつ選ぶっていう人もごくわずかにいるから 2% ぐらい、もう全体の売り上げが爆上がりするってこと。この一つを置いてるお店がなかなか少ない。これがおとり選択肢で、次が、7個目がゼロコスト。目に見えて何か失うものはないと思うからですね。だからこれ無料っていうのにめちゃくちゃ人は心動かされるんですよ。これがさっき言ったように目に見えて何か失うものはないと思うんですよ。人は損をするのがめちゃくちゃ嫌な人間、 100% 損好きなんですっていう人なんか一人もいない、ド変態で。何でもいいからもう無料っていう文字を見ると、それを選んで失うものがないわけですよね。無料だからこっちはもうプラスになることしかない。プラスか、プラマイゼロか、もうマイナスはないって思った瞬間、人はもう飛びついていくっていうね、はい。だから商売するなら、もうなんかもう強引でもいいから無料を付け加えておくみたいな。でこれあるあるが、無料っていうのを押して、例えば今ある、例えばこのタイマー無料って押しといて、
ただしこのスプレーを買った人ならこれ無料って書いておく。だからその無料っていう字を表示させておくだけでも人はちょっとチラってね反応してしまうよってこと。例えば家に届くチラシとかでもバーってあってこう無料って見ただけで何無料ってってなるんですよね人は。これも行動経済学。はい、で次8個目、これが予測の効果、思い込み、これプラセボ効果ですね。これめっちゃこれが一番あの私響きましたね。何かっていうのは簡単に言ったら思い込みですね。一番わかりやすいのはまあ、物があるとして、その物を取り巻く環境で思い込み。例えば水一つにしても、入れる容器で全然価値が変わるってこと。なんか安いペットボトルに入ってる水と、もうめちゃくちゃゴージャスなもう、うん、ガラスのキラキラした、ね。キラキラしたもう明らかに豪華な、入ってる容器の水ではもう全然あこっちの方が高いなって思い込んじゃってるってこと。まあワインでもあとはまあ価格でもいいですね。100円のワインと1万円のワイン、1万円のワインの方が美味しいと感じるんですよね。こう目隠ししたら絶対わからない。だからスタバの、まあ、一番簡単に言ったらスタバのコーヒーと、マックのコーヒーあるじゃないですか。値段が500円じゃないですか、スタバは。いや、わかんないけど。もうちょっと安い。300から400円。スタバも100円じゃないですか。そしたらスタバの方が美味しく感じるってことなんですよ。でも目隠ししたら絶対あなたはわかんないですよ。はい。そういうことですね、簡単に言ったら。思い込みってこと。あと最後は、ラベリング。意図的に促す。これ、先に決めつけるとその内容に従って行動してくれる。あ、これもね、行動が促されてるってこと。行動してるんじゃなくて、行動させられてるってこと。例えば、トイレに、いつもきれいに使ってくださり、ありがとうございますって書いてあったら、なんか汚したらダメやな、みたいな感じでトイレしますもんね。そういうことです。はい。はい。ということで、この9個ね、もうこの6冊の中からもうギュッともうめちゃくちゃ詰め込んで重要で分かりやすいなって思ったもの9個だけを今回は説明しましたんで、これはねこのなんていうの商業とかビジネスとか経営だけではなくてこの日々の生活に活かせるなってうわー行動経済学してるわーって思うようになってきたんですよね最近めちゃくちゃ。これ結構ためになりました。ということで、次回はまだ何するか決めてないので、やった後にまた、発表します。ということで、ありがとうございました。